鱗団子は北海道深川市の菓子で虫団子の一種。団子の名称ではあるが、一般にイメージされる球場ではなく、三角形の辺が波を打った形状をしている。1913年、深川駅を起点とする国鉄ルモイ線開通記念として高橋商事が販売を始めた。当初は高橋商事社長の協議である、 新潟県の椿餅に改変を加え、椿団子として販売したが、当時の深川駅長が、椿という名字で自分の名前が販売員によって連呼されることに違和感を覚えたこともあり、駅長の提案で現在の鱗団子と改められた。鱗とは当時貨車で運び込まれたニシンの鱗から取られたと言われている。以来、深川駅の名物として静かな人気を得ている。 団子はもち米を主原料とし、ウイローに似た柔らかな食感で、甘さは控えめである。当初は白あんの入ったものだけだったが、現在は小豆味のもの、抹茶味のものを加えた3種類がセットで販売されているほか、結婚式の引き出物や祝典の記念品等のための紅白、鱗団子も調整される。行きさつに関しては高橋昭二が観光している。 うろこ団子をハンドブックなる調査子に詳しく記されている。深川駅のほか、深川市温港の道の駅ライスランド深川や、道王自動車道の砂川 SAA、旭川駅などでも販売されている。添加物を使用していないので、賞味期限は短いが、最近は真空パックのものも売られている。また、深川の高橋商事本店では、カステラの耳に相当する。 うろこ団子の切り落としが安価で売られている。なお、関連商品として、うろこ団子のロゴが入った、うろこ団子 T シャツ及び、うろこ団子トートバッグが、道の駅ライスランド深川、深川駅構内の深川物産館で購入できる。ABC、100年続く、深川名物、うろこ団子、ネーミングに隠されたニシンとの意外な関係とは、北海道ファンマガジン、 PNG オフィス2015年11月17日閲覧 AB 街歩きのすすめお菓子編柳餅鱗団子朝日新聞 httpww.a.a.com エリア北海道アーティクルズ MTW2K120 兆6150億1097万1 h t m l 二千十五年十一月十七日 閲覧、ありがとうございます。